テレポビズ。都内の高校で19日、夏休みを控えた高校生に、いわゆる闇バイトに関わらないよう注意を呼びかけるイベントが行われました。アイドルグループ STU48 のメンバーで、警察庁による特殊詐欺の被害を防ぐための啓発活動を行うプロジェクトチーム SOS47 の尾崎セリカさんが闇バイトの危険性を訴えました。もし犯罪に巻き込まれてしまったかもしれないと後から気づいたときは、一人で判断せず客観的な大人の意見を聞いてください。ちょっと怖いなと思ったときは警察にもぜひ相談してほしいなと思います。イベントではその他に、演劇部員による闇バイトについての寸劇や、警視庁第8機動隊所属で東京オリンピック重量挙げ男子61キロ級4位の糸数陽一選手とのトークディスカッションなどが行われました。